1965年のフランス映画、ヌーベルバーグを代表する6人の監督による、パリの6つの場所を舞台にした短編オムニバス映画、パリの街区ルバロワの位置、17区の北西に隣接している。1962年、バルベ・シュレデールともに、エリック・ロメールが起こし、同年、連作、6つの教訓話を取り始めた、レフィルム・デュ・ローザン著者の制作したオムニバス映画である。パリ市内に実在する場所サンドニ街、北駅、サンジェルマン・デ・プレ、エトワール広場、モンパルナス、ラミュエット、及び、パリ郊外オードセーヌ県のルバロワを、それぞれのタイトルにとり、現代通り、それぞれの場所から見たパリをテーマに、それぞれの物語を展開する。シュロデールの助手として現場に参加していたスタッフには、ステファーヌ・チャルガジェフやピエール・コトレルといった後の映画プロデューサーとして大成する人材がおり、また若き日のネストール・アルメンドロスが、撮影監督、ジャン・ラビエの助手として参加していた。俳優のパトリック・ボーショーがアソシエートプロデューサーとして参加している。1964年秋に撮影され、1965年に第15回ベルリン国際映画祭で上映された後、フランスで同年5月19日より公開された。日本では古くからのシネクラブ上映、ホール上映を経て、日本ヘラルド映画の配給で1993年6月5日から7月9日に東京、六本木のシネビバン六本木で初公開された。2004年11月20日に紀伊國屋書店から DVD が発売されたが、2005年7月20日にフランスでリバイバル上映されたのを受けて、日本でもザジフィルムズの配給で同年10月8日から11月18日に東京、池袋のシネマロサで公開され、その後全国で順次上映された。ありがとうございます。